アンです。ペイです。小雪ちゃんのところです。ようこそおいでます。アイロンプリントチャレンジ。いろんなことにチャレンジしたいアンでございます。はい。こちら衣装作り研究ラボにございます。またラボ。もういいってラボ。もう全部ラボやん。ラボシリーズだから。もういいってラボシリーズ飽きるってみんなもう。我々本日もですね、懲りずに研究をしていきたいということで、今日チャレンジするのはアイロンプリントです。はい、やってまいりました。みんな聞いたことあると思うんですけどね、うん、アイロンでこう転写プリントっていうのがね、なんとお手軽にできちゃう時代になっておりまして、コスプレ衣装作りにちょっと使って作成してみようということでチャレンジしていきたいと思います。イエイ。本日、準備する衣装ですけれども、またまたツイスティッドワンダーランド。もうキスんだこの人ハマったんだなっていうのはよくわかるね。そうなんですよね。ハマったね。ハマりましたね、はい、でもみんなはさ、そのおかげでさ、逆に私たちが衣装作りするの見れてるんだから、そうだね、ラッキーだよ。ラッキーだね。むしろありがたみを感じてほしい。オクタミネル寮の寮服のマフラーの方をちょっと作っていきたいと思います。もうすでに寮服のコスプレやっておりまして、一回作ったんですね、こちら。まあ別に可愛いでしょ。首にかけてこういうファッションをしてらっしゃるんですね、うん、ちょっと生地感がね、そうだね、気に入らなくて、分かるかな、この肩にかけて、硬そうみたいな硬そうっていう分かると思う、みんな見て分かる、うん、あ、なんか硬そうだな、ここなんかね、後ろだって見て立ってんのこれ硬そうだなって思うと思う。そうだね、こんな形状記憶するマフラーありませんから、うん、でまあちょっと作り直したいなと思ってたんですけど、そこにどうやら、うん、こちらの方もね、家に2本のマフラーを処理されてて、あるんですよ、うん、で私どっちかっていうとサテンで作ったね前、はいはい、ちょっとテカテカなのマフラーが、うんうんうん、私の場合刺繍しちゃったのね、ここのあれをね、うん、そうだから絶対に揃わないのよ。もう右京さんもね、合わせて奥さん合わせをすることになって、いや揃ってた方が可愛くねみたいな話になって、生地から買い直してやりましょうということになりました。まあというわけなんで、早速生地を紹介していきますか。うん、ででん、布、なんだろうこれ、わかんないね、なんか切ってもほつれなそうな布、うん、なんかちょっとね、色味は若干妥協した感はあるんですけど、うん、もうちょっとね、そう、ちょっとグレーだったら嬉しかったんだけど、なんかちょっと緑っぽいグレーだったから、もうちょい青っぽいグレーが良かったんだけど、そんなものはなかった、なかったんですね。なんでまあ今日のところはこれでいこうかなっていう、もしかしたら数日後というかね、数ヶ月後にはなんかもっといいのがあった、アイロンプリントやり直しますか言ってる可能性あるけど、あるけど今日はこれもう合わせの日が迫ってるので、右京さんの分のマフラーを3本作ります。マジやばいわ、やばいよね、わけわかんない、だから別に知らないんじゃなくてもよかったんだよ。本当だよね、だって全員マフラー持ってるのに。そう、持ってる。右京さんの分のマフラーももうあるんでしょ。そうだよ、私奥田洋服に関しては3着分あんだから、そうなんだよね。1、縫い合わせます。で、端をマフラーみたいにちょみちょみちょみって切ります、うん、切ります。で、最後こちらのアイロン転写プリントでプリントしていきますと、はい、そういう流れでございます、はい、で、ね、アイロンプリントはね、こんな感じで、私これ100均ダイソーで買ってきました。はがきサイズのアイロン転写プリントつって5枚このハガキサイズの用紙が入っています。でなんか光沢のない面が表面、印刷プリント面なんで、そちらにこのオクタビネルっていうやつを、反転ですね、これ間違えないように皆さん、ね、反転させた状態でプリントして、これをこのまま布の生地の上にこうペタってして、この白い面の上からアイロンを当てると、そうするとじゃあプリントが綺麗に貼り付いていい感じになるよっていうやつです。はい、でこちらの絵はですね、私がアイビスペイントで手書きしました。すっごい細かく線描いてたもんね。めっちゃ上手じゃない、私なトレスしたわけでもなく描きましたすごいでしょ。すげえ真剣な顔して描いてたもん。なんかここ一番で真剣な顔して止まりました。嬉しい、なんかみんなで揃えてこれ使えるの本当に嬉しい。なんか描いた甲斐があったって感じ、ね、でもこれ結構ね、なんか私描いてみて思ったんですけど、マジで誰でも描けると思う。なんか私が描けたんだから、あの結構大変だけど一回描いたら一生使えるから、そうだね、本当に描くのおすすめです、うん、あの図形だからね、そうか、イラストじゃなくて図形模写だと思えば結構簡単。そうだね。あ、ちなみに今回のメーター580円です。安い、いっぱい買っちゃった。だから34だっけ。うん、よし、切っていくぞ。いいんだね、頑張れ。誰かが押さえてくれるってとってもやりやすい。いや、マジでそれいつもさ、おしまいになりながら分かるってんのによっしゃ、1個目。
が切れるようになってきた。すごい。布を切る時のコツは臆さないこと。オッケー。ふみ、こっちはいらないね。よし、完璧。完璧でございます。できました。できました。12.5センチの幅を取って、私は待ち針で留めたけど、うん、じゃあそのままで。そのままで。で、これをここを縦にガーって塗っていきます。ガーって塗ってひっくり返してアイロンします。OK。縫い始めました。あ、縫えてます。お、順調そう。順調です。ズレもなさそう。大丈夫そうです。お、縫い終わったら、輪っかっかになるんで、それをひっくり返してなんか縫い目が内側に来るようにしてアイロンをしっかりして平たくなるようにします。とんでもねえ速さでいつも縫うからミシン壊しちゃうからさ。どんなもん？ブワーってこれでいくからいつも。わかるわかるわかる。これでいくと今壊れそうだなと思ってゆっくりやってる。うん、ちょっと今回生地がなんか硬くはないんだけど、若干まずいんだよね。なんかトン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 って音がするくらいの硬さ。そう、トントントンって音がするのよ。うん、こうトントンの音普通しないから、まあ、自分ちのミシン毎回1本ぐらい針折ってるから。やばすぎ。まあわかるけど、私も1回折るからさ。まあ常に私針の予備はめっちゃあるもんな。あ、そうなんだ。もうなんか修羅場の時に折れるともう後にも引けないから。そりゃそうだ。とにかく家になんか30本ぐらいいつもストックは置いてある。あと私のさミシンさ、上のね糸かけるとこがないのよ。あ、そうなの。そうだからね、絡まりやすくてないっていうか折れたんだけど。え、ここ？そう。え、どういうこと？どうしてんのじゃあ。え、綿棒に刺してる。やば。買いなよミシンぐらい。買えるでしょ別に。でも買うとしたら私コンピューターミシンが欲しいの。うん。なる50万くらいするの。え、コンピューターミシンってそんな高い？あの刺繍ができる方だから。あ、刺繍のやつね。そう。スマホとかパソコンとかでさ。うん、この作りたい刺繍をやって、うん、それをなんかできるみたいのが売ってて。あるね。あるよね。あれめっちゃ良くない？まあいいけど、あんたそんなの使えるの？だってでもペッてやればいけそうだって。本当に？それはいけるつもりなんだ。それはいけるつもり。あ、そうなんだ。本当かよ。でも夢広がるじゃん。まあ夢は広がる、刺繍が自分でできたらね。うん、うん、今まで手書きで書いてたものがもしかしたらさ、いらなくなるかもしれない。見えました？見えました。おー、綺麗なんじゃないですか。じゃあちょっとあと2本も塗っちゃいます。はい、バイバーイ。縫い終わりました。で、長さがね、ちょっと長めに作ってるので若干切りたいと思います、はい、ので調整しましょう。ジャケットの下からちょいはみ出るぐらい。ジャケット着る？あ、着るか。レイヤーの家なのでジャケットあります。はい。あー、もうちょい長くてもいいかもね。うん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 、それでさ、きっちょモケモケさせたらちょうどいいかも。本当？あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。じゃあこれであんちゃん切って。え、このまま？うん、やば、本当に言ってる。はい、お、いいじゃん。よし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 。オッケー、オッケー。これの先っちょをマフラーっぽい感じにしたいんで切り刻んでみます。もうちょっと長い方がいいね。そうだね。でも全然良くない？こんな感じ。いいじゃん。ここ、やり終わりました。はい。このモケモケの部分をチョキチョキ切って、うん、マフラーの先っぽい感じにしたので無理やり。無理やりね。ついに皆さんお待ちかねアイロン転写プリントをしていきます。まあ、これを待ってたんですからみんな。そうね、このモケモケは別にいいんです。こんなところはどうでもよかったね。この上から、紙の上からアイロン当てます。はい、先生、はい、これは直に当てるんですか、布を当てて当てるんですか。アイロンプリントはこのままでいいんじゃないの。まあ、媒体によって違うから。このままって書いてましたけど、じゃあこのまま当てていきましょう。というわけで、この説明書によるとこのまま当てていいということなので、このまま当てます。はい。どれ当てるんでしょうか。まあ、大体5秒ぐらい止まって、うん、ずらして、
これ剥がすときがドキドキだよね。ドキドキだね。これここは切んなくていいの？あ、切んないとダメだ。え、忘れてた。やばいやっちまった。ぼーっとしてた。やばい、やらかした。やばい、ここに来てやらかした。やってしまった。やばい、やらかした。取れないかな。やってしまった。みんな失敗しました。やってしまった。気づくのもちょっと遅かった。いやもう無理かもこれ、どうしよう。そうだ、なんかこれ取りそうだ。あれじゃね、すぐ熱くなって冷めちゃうからいけないじゃん。そうだね。そう、こうでやんなきゃいけないのかな。こうやって失敗することで人間は成長していく。そうなんだよね。なんでこんな大変なことしないといけないんだ。どうしてなんだ。臭すぎる。失敗した。ごめん、諦めましょう。諦めましょう。わかりました。諦めましょう。この面を、この面は諦めます。面は諦めます。この面を捨てます。すいません、本当に申し訳ない。捨ててしまいました。もう捨てます。無理だから。失敗しました。失敗しました。完全に、まあ、別にこの上から生地貼っとけば目立たないでしょ。一旦、確かに一旦ね。いけたわ。お、全然大丈夫だな。結構大丈夫だな。じゃあもう一回いきます。はい。あ、疲れちゃった。まあそんなもんなんですよ、白髪なんて。なんでだろうね。ありがとう、綺麗に切ってくれて。うん、今度こそ大丈夫だよ、きっとね。よし、今度こそいきます。まっすぐ、まっすぐ。怖すぎ。冷えるまで待ちます。はい、チャージ。真剣すぎる。私たちは真剣なんだ今。真剣だ。もう失敗するわけにはいかない。本当だよ。なんだって今深夜3時3分間違えた。深夜3時半。信じられない。信じられる。みんなこれ深夜3時半だよ。これが夜鍋っていうもんじゃ。よ、ど修羅が。でも別に明日とかじゃないんだけど。そうなのよ、明日じゃないのよ別にこれ。みんな、え、明日合わせて3時30分って思ったと思うんですよ。全然違うんだよね。全然明日じゃない、うん、明日でも明後日でもないね。本当だよ、今日やんなくていいのに。ちょっとじゃあ剥がしてみたいと思います。はい。あーね、これトレーシングペーパーみたいなのがあるんで。はい、はい、やってください。今この仕上げ紙っていうのが入ってるんで、その仕上げ紙の上からアイロンを当ててギュッてしました。おー綺麗。いいいい。うわすごいじゃん。いいじゃん。輪っかの間のところがピロピロしそうなんで両面で留めます。最後は原始的。縫ってもいいんだけど、縫ったらちょっと縫い目が気になるかなってことで。いらっしゃい。あ、オクタビネル屋さんだ。あ、もしかしてオクタビネルの洋服売ってますか？今ちょっと完売しちゃってマフラーだけなんですよね。わー、じゃあちょっとマフラーだけいただこうかな。モストロラウンジで働きたくて。あー、モストロラウンジ希望で。あ、もしかしてオクタ妖精ですかね。そのオクタビネルのように入りたいなって。あ、新入生ですか？そうなんです。あー、どうもこんにちは。これ何マドルですか？これは100マドルです。よっす。安くね。本当に奥田寮生はこれからどん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 働いて頑張ってもらうんで安くやってます。他の寮生だとこれ1万マドルするんで。めっちゃ高いやん。そうなんだ。完成しました。可愛くない？3つできた。そう、アイロンプリントのこんな感じ、うん、ちょっとテカリテカリはするんだけどね、うん、めちゃめちゃ自然に見えますよ。ええやん。やったー、これで洋服できる。洋服できるね。嬉しい。3人おそろい、右京さん作ったよ。あ、本当だよ。これを見て私たちが一生懸命苦労していたことを知ってくれるかもしれない。そうだね、右京さんのジェイドが欲しすぎて3人分作ったよ。いっぱい来てくださいね。本当だよ。というわけで
ど深夜になってしまいましたけれども、もう4時にならない？4時？ 3時45分まあ大丈夫だ4時です朝。おはようあんちゃん。おはようございますというわけで、なんとなんとドシュラバ研究会でしたけれども、そうですね、ちょっとテンション下がってきちゃったもんね、夜すぎて。本当？うん、全然元気。嘘でしょ、元気すぎでしょアイロンプリント、みんなも試してみてね。試してみてね失敗するかもしれないから気をつけな。本当だよ、みんな失敗しないで、私のみたいにならないように気をつけて。以上、こいつのところでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。楽しみかな。そろいだな。でんでん、これを今日さんにつけてもらうんだ。Ha ha 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 ha